ロイター通信の世論調査ではバイデン大統領の支持率は 39% と低調です。今日は夏日続出ということで水分補給しましょう。午前3時になりました。この季節外れの暑さで観光地で異変も起きています。練馬駅前です。日差しがきつくかなり暑いです。手元の温度計は32度となっています。なんか喉が渇くような部屋から怖い。日差しを避けようと上着を日傘代わりにする人も、うん、この暑さで春の絶景
アイスが売れたといいます。で本当は5月から始める予定だったんだけど、ソフトクリームのお客さんがないかないかって来るんで、じゃあちょっと早めに始めようかって言って、あのいつもは食べに来る、結構夏になってから食べに来ることが多いですね。そんな早くやってるの知らなかったです日中気温が上がった分、各地で起こったのが激しい寒暖差。山形では朝の最低気温が5度、最高気温は 27.1 度と、その差は22度にも及びます。気温のアップダウンが激しいと、あの、まあ、記録層もそうですし、体調管理がとても、あの親としても、あの大事になってくるかなと思います。だから20度以上の寒暖差となる地域も出る中、寒暖差が体に及ぼす影響は、国にはスピード感がない、技術も錆びついている、そんなただの批評が多いだけ。課題を解く鍵はアコーディスコンサルティングの課長。教えてアディーレさん、借金の話も相談できるんでしょうか。様々な借金を減らすお手伝いをしています。カバレー金額じゃないんだ。ご相談は無料ですよ。0120債務なしにのアディーレです。債務なしに。この春、映画館でマリオたちと未知なる冒険に出かけよう。見ててよ、スーパーな僕を。ザ・スーパーマリオブラザーズムービー。取引先から電子発行された請求書を印刷、ファイルに保存したぞ。この場合、紙で保存することは違反だ。いよいよか。電子帳の保存崩壊用ナンバーワン、ラクラクセさん。緊急告知、タイヤメーカー各社が再び値上げを発表。タイヤを買うなら今がお得。タイヤ最大1万2000円キャッシュバック。タイヤで選ぶならイエローカット。トライアンドディスカバーの人生に D&D。心臓だね。あ、全然違うな。年のせいかい。いいえ、心臓弁膜症かも。かりすぎ。心臓チェック。アマゾンゴールデンウィークセール。お出かけでも。お家でも。お買い得にワクワク。どこ行く？何する？をもっと楽しく。22日スタート。ゴールデンウィークセール。一般の取締りポイントに注意してください。真夏日となったところもありました。東京では昨日最高気温が26度、最低気温は 16.5 度とおよそ10度の寒暖差がありました。また福島では最高気温が 30.1 度、最低気温が 7.9 度とおよそ22度の寒暖差がありました。季節外れの暑い日が続いていますが、明日は一転、全国的に気温が下がります。最高気温は昨日と比べ、東京で4度、福島で14度、山形で12度、長野で13度低くなる予想です。では寒暖差は人の体にどのような影響を与えるのでしょうか。世田谷内科神経内科クリニックの久手堅院長によりますと、気温が変化するたび、平熱を保つための自律神経が過敏に反応し、疲労が蓄積、倦怠感、肩こり、めまい、気分の落ち込みなど春バテの症状が起きやすくなるといえます。では春バテを防ぐには、こまめな水分補給や帽子で直射日光を防ぐなどの暑さ対策、涼しい時間帯に適度に運動して汗をかき体を慣れさせる暑熱順化、そして羽織れるものを持っておいて服装で調節、自律神経の負担